西銘恵一郎議員。休憩いたします。文言の訂正をお願いしたいと思います。大項目の4、文化観光スポーツ行政についての、括弧4のあですけれども、J リーグ企画対応サッカースタジアムとありますけれども、対応サッカーを取っていただいて J リーグ企画スタジアムというふうに変更をお願いしたいと思います。それと続いて同じ括弧4の絵、一般社団法人沖縄県スポーツ関連産業協議会とありますが、沖縄県の県を取っていただき、また産業協議会の議を取って、正式には一般社団法人沖縄スポーツ関連産業協会となりますので、変更をお願いしたいと思います。再開いたします。西銘恵一郎議員。では改めまして、おはようございます。会派沖縄自民党の西銘恵一郎です。会派を代表して通告に従い質問に入りたいと思います。その前に2月の14日大会日に能登半島の地震でお亡くなりになった方々へ黙祷を捧げました。私はその翌日の海上保安庁の職員の皆さんにも心からご冥福をお祈りしたいと思います。では、質問に入る前に、その前に所見を述べさせていただきます。今定例会は13期沖縄県議会最後の定例会となります。まずはじめに、今期をもってご勇退される与野党の議員各位の皆様に、県民生活の向上や課題解決に向けたこれまでの取り組みに対して心より感謝と敬意を表します。ご勇退後もご健康に留意され、我々のご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。そして次に、3月の末をもって定年退職される部長の皆様、少し早いですが長い間お世話になりました。この議会、丁寧にまたいろいろ議論をさせていただければと思います。また新任地での活躍を心よりお祈り申し上げます。それでは、通告に従い質問を行います。1、知事の政治姿勢について、括弧1、玉城知事の所信表明について、あ、県政運営に取り組む決意において掲げた3つの大項目、すなわち県経済と県民生活の再生、子ども・若者・女性支援施策のさらなる充実、辺野古新基地建設反対、米軍基地問題の優先順位について伺います。E、在育米軍基地の整理・縮小と自衛隊配備との関連性について伺います。U、沖縄を取り巻く現状の認識を受けて、知事として県民の生命・財産を本当に守れるのか伺います。括弧2、沖縄振興策について、あ、令和6年度沖縄振興予算案が2678億円と決定されたことについて、知事はどのような評価をしているのか伺います。い、赤字経営に転落の恐れもある企業局の財務状況であるが、ハード交付金以外の補助金や貸付金、転滞債、永久債など、多様な資金調達の支障がある中で、知事部局としてどのような財政支援をしていくべきと考えているのか伺います。う、揮発油税の特例措置について、政府・与党における尽力の結果、延長を果たすことができました。これに対して知事は、特例措置を恒久化すべきとの考えを示したとのことですが、その意図、真意は何か伺います。括弧3、令和6年、能登半島地震を受けた県の対応について、あ、県が実施している被災者支援募金の状況について伺います。い、被災者支援のための体制整備はどのようになっているのか、また市町村との連携はどのように図っているのか伺います。う、被災者支援として県が提供している支援策の概要と活用状況について伺います。え、沖縄総合事務局が策定している沖縄における道路警戒計画について、沖縄県としてはどのような関わり方をしているのか伺います。4、沖縄県における物価高騰対策について、
あ、昨年11月に成立した国の補正予算において、速やかに給付を行うよう要請のあった低所得者向け給付金について、県内各市町村における支給状況はどのようになっているのか伺います。E、県としてこれまで実施してきた支援措置にかかる予算執行状況、執行率及び執行額について伺います。5、自衛隊配備と訓練施設について、あ、知事は自衛隊に対してどのような基本認識を持っているのか改めて伺います。い、知事は安全保障政策、国際関係における抑止力の意義をどのように捉えているのか伺います。う、うるま市あかり山訓練場整備計画については、地元の理解が得られていない状況であるが、知事としてどのような認識を持っているのか伺います。2、行財政運営について。括弧1、令和6年度当初予算について、当初予算案の全体的な特徴について伺います。い、次年度重点的に予算配分を行った事務事業はどのようなものがあるか伺います。う、各省庁の個別補助金を活用する取り組みが近年増えてきているが、来年度予算における措置状況について伺います。え、令和4年度決算における執行率は何パーセントか、また九州各県と比較して低い状況にあると思われるが、執行率向上のための具体的な取り組みについて伺います。括弧2、令和4年度定期監査について、あ、名護県税務署における行員の不適正使用について、事案の概要と今後の対応策を伺います。い、農業大学校における可燃土支出にかかる私費補填について、事案の概要と今後の対応策について伺います。う、港湾化における国庫補助金受け入れミスについて、事案の概要と今後の対応策を伺います。え、病院事業局における決済を受けずにした財務行為5件について、事案の概要と今後の対応策を伺います。括弧2、令和5年度行政監査について、あ、今回の行政監査は、検疫施設の安全対策についてがテーマであったが、監査結果の概略について伺います。い、監査結果を受けて、施設管理者として、今後取るべき措置をどのように考えているのか伺います。括弧4、県職員一人一人の働く環境整備改善について、あ、町内 Wi-Fi 環境については、鋭意整備が進んでいるものと考えるが、現状どのような状況にあるのか、合わせて執務机のフリーアドレス化について検討を進める考えはないか伺います。すみません、失礼しました。い、令和6年度予算では、普通退職者及び退職手当支給額の見込みが235人、約4億円となっており、本年度当初予算における182人、約1億8000万円と比較しても大きく伸びている。括弧は、この伸長している理由について伺います。括弧い、普通退職者の増加という事態を受けて、可能な範囲でその退職理由を調査し、職場環境改善の対策自立に生かす考えはないのか伺います。う、国家公務員試験において、2022年度からデジタル区分が新設されています。デジタル人材の確保策として、知事部局から職員採用試験区分におけるデジタル枠を創設するよう、人事委員会に申し入れる考えはないか伺います。え、昨年5月に新型コロナウイルス感染症が5類相当に位置づけられ、平時モードへの移行が進んでいるものと思われるが、依然として職員の長時間労働は課題となっている。括弧は、時間外勤務及び手当の支給状況はどのような傾向にあるのか伺う。括弧い、一般的な時間外勤務手当が支払われない管理監督者の時間外勤務の実態はどのように把握しているのか伺います。か、令和6年度組織再編は、失礼しました。を、県職員の定年延長がいよいよスタートするが、令和6年度から予定されている役職定年制の運用方針について伺います。か、令和6年度組織再編は、子ども未来部の設置等、近年にはない大きな改編となっているが、知事の意図する再編の目的に沿い、
適正な業務分配及び人事配置をどのように担保しているのか伺います。3、産業振興について、括弧1、令和5年12月に取りまとめられた沖縄スタートアップエコシステム発展戦略について、あ、向こう5年でスタートアップ企業200社、調達額100億、時価総額100億円企業10社という KGI を設定した際の考え方について伺います。い、KGI に定める目標達成に向けて、県として今後どのような支援策を講じていく考えなのか伺います。括弧2、ゼロゼロ融資は特に中小零細企業にあって、コロナ禍での経営継続に大きな効果があったものの、地域経済においては完全な V 字回復とは言えない状況が続いている。あ、ゼロゼロ融資にかかる県内企業の債務返済の状況について伺います。い、企業の連鎖倒産、失業率の悪化といった諸問題の顕在化を抑制するため、リスケジュールや債務減免措置の可能性について、県として金融機関の動向をどのように把握し、認識しているのか伺います。括弧3、県民所得の向上について、あ、新沖縄21世紀ビジョン前期実施計画の周期が来年度に迫る中、計画期間中における所得向上の取り組みと進捗状況、最終的な見通しについて伺います。い、一人当たり県民所得については、要素分解をする中において、労働生産性の向上が必要不可欠な課題となっていると考えるが、県として労働生産性向上のために、どのような企業向けの支援策を実施しているのか伺います。括弧4、デジタルトランスフォーメーションについて、あ、電子申請システム等を活用したコロナ給付金の申請等のオンライン化が進んできているが、県への申請手続きのデジタル化率、およびデジタル化未了となっている事務の状況と今後の見通しについて伺います。い、沖縄 DX 推進計画においては、多様な取り組みが提起されているが、その効果検証はどのように行っていく考えか伺います。括弧5、エネルギーの安定確保について、あ、これまで主とされてきた太陽光のほか、洋上風力や波力、張力、水素などの多様な再生可能エネルギーの技術が開発されてきているが、沖縄県においてはどのような普及状況となっているのか伺います。い、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという我が国政府が掲げた目標を達成するべく、石油、石炭からの転換を中長期的な視野で図っていく必要があると考えるが、県としてこのようなエネルギー転換にどう道筋をつけるべきと考えているのか伺います。4、文化観光スポーツ行政について、括弧1、沖縄観光の振興について、あ、第6次沖縄県観光振興基本計画において、随所で沖縄県の質の向上が謳われているが、スーパーヨットやプライベートジェットなど、沖縄に来訪する富裕層をターゲットとした観光サービスの提供環境整備の状況について伺います。い、コロナ禍によるレンタカーやタクシー不足の状況が続く中で、公共交通以外にも、レンタサイクル、カーシェアに加え、マスの進展等が見られるが、県内における観光者のモビリティ環境の改善策について伺います。う、大型クルーズ船の来県が復活してきているが、クルーズ船係留施設の整備、稼働状況に加え、中心市街地への円滑なアクセス手段の確保をどのように図っているのか伺います。え、自動運転にかかる技術開発、安全性テストが進展する中で、沖縄県内における自動運転技術の導入にあたっての課題や、今後見込まれる実証フィールドの状況について伺います。お、令和6年度観光振興基金を活用した事業について、概略、概要及び事業効果を伺います。か、3月に入ると海開きが各地で行われ、沖縄にとってはマリンレジャーのシーズンインとなる一方で、水難事故の件数が観光客の増加とともに年々増加してきており、観光先での不慮の事故を避けるためにも、水難事故防止に向けた対策自立が極めて重要であるが、県の認識を伺います。き、那覇空港拡張整備促進連盟と経済団体会議が推進する大那覇空港構想について、県としてどのような立場を取っているのか伺います。
括弧にマリンタウン大型マイス施設設備施設整備エリア形成事業について、あ、令和6年度当初予算で434億円の債務負担行為が組まれているが、改めて事業スキームおよび全体のスケジュールについて伺います。い、西原町、与那原町など地元市町村や観光協会、商工会等の関係団体への説明および連携の状況について伺います。う、那覇空港からマリンタウンマイス施設までのマイス利用者の移動をどうするのかという素朴な疑問が解消できていないと思われるが、道路整備を含めた円滑な交通システムなど、システムをどのように構築するか、する考えか伺います。え、マリンタウンマイス施設及び周辺エリアにおける商業施設建設にあたって、ZEB、ネットゼロエネルギービルへの対応はどの程度予定されているのか伺います。括弧3、北部テーマパークジャングリアと県の関わり方について、あ、ジャングリアの共用は北部地域の観光発展に多大なポテンシャルがあると思われるが、施設整備を主導する民間企業との連携をどのように図っているのか伺います。い、観光者が移動や宿泊飲食、周辺の地域開発、関連産業の集積など、県のバックアップ体制が鍵となると思われるが、全庁的な連絡対応体制について伺います。括弧4、スポーツ振興について、J リーグ企画スタジアム構想の進捗について伺います。い、大根山公園周辺一帯の再開発に関する那覇市との連携について伺います。う、公民連携の一手法としての LAVB 方式とはどのような手法か伺います。え、一般社団法人沖縄スポーツ関連産業協会と県の関わり方について伺います。括弧5、沖縄空手の継承発展について、あ、空手ツーリズムがもたらす県経済への効果について伺います。い、沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録に向けた取り組みについて伺います。う、沖縄空手世界大会開催事業として1億円が当初予算で組まれているが、具体的にどのような支援を行うか考えか伺います。括弧6、首里城復興事業について、あ、2026年度の正殿復興を目指し、見せる復興をコンセプトにしている首里城復興事業の進捗状況について伺います。新水務構想に基づくまちづくりについて伺います。以上です。玉城デニー知事。はい、再愚数幼虫がなびら、皆様おはようございます。本日より代表質問が行われます。真摯に、答弁に努めたいと思います。西銘恵一郎議員のご質問にお答えいたします。知事の政治姿勢についてのご質問の中の1の両括弧1のは、県政運営に取り組む決意についてお答えいたします。今議会の知事提案説明用紙の県政運営に取り組む決意では、県経済と県民生活の再生、子ども・若者・女性支援施策のさらなる充実、辺野古新基地建設反対、米軍基地問題の3つを大項目として位置づけております。この大項目については、私の公約で特に重点的に取り組むべきものとして掲げており、これら3つの基本的考え方を踏まえ、各種施策に取り組むことで、沖縄県が目指す幸福が真に実感できる沖縄の実現になるものと考えております。次に1の両括弧1のう、県民の生命、財産を守ることについてお答えいたします。沖縄県としては、アジア太平洋地域の安全保障環境が厳しさを増しているものと認識しております。また、沖縄県を含む我が国が独立繁栄を続けていく上で、平和と安定は不可欠であることから、日米安保体制や
専守防衛のための最低限の自衛力は必要であると考えております。一方で、我が国の平和と安定を図る上では、抑止力だけではなく、平和的な外交、対話によって、軍事的な緊張関係を緩和するとともに、これまで積み重ねてきた経済交流や多様な国際交流などをさらに強化していくことにより、国、地域間の揺るぎない信頼関係を構築していくことが重要であると考えております。そのため、沖縄県では、地域外交や沖縄平和賞など、アジア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に資する取り組みを進めているところであります。次に、1の両括弧5の意、抑止力の意義についてお答えいたします。抑止力は他の国に対し、侵略を思いとどまらせる力であると認識をしております。一方、抑止力の無制限なエスカレーションにより、かえって意図しない衝突のリスクを高める可能性も指摘されております。私は、日米安保体制や専守防衛のための最低限の自衛力は必要であると考えております。しかしながら、沖縄県としては、米軍基地が集中していることに加え、自衛隊の急激な配備の拡張による抑止力の強化がかえって地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを懸念しており、ましてや沖縄が攻撃目標となることは決してあってはならないものと考えております。その他の質問につきましては、部局長から答弁させていただきます。玉利正人知事公室長。知事の政治姿勢について、1括弧1の E、米軍基地の整理縮小と自衛隊配備との関連性についてお答えいたします。在沖米軍基地については、沖縄の基地負担の軽減を図るため、査庫最終報告やロードマップに基づき、整理縮小が進められておりますが、海兵隊の移転等が進まない上、これによる返還がすべて実施されたとしても、沖縄の米軍専用施設面積は全国の 69% 程度にとどまります。一方、いわゆる安保関連3文書では、厳しい安全保障環境に対応するため、南西諸島における自衛隊機能の増強などが示されております。県としては、米軍の機能や規模が縮小されないまま、自衛隊の配備拡張が進められることは、沖縄の基地負担の増加につながることから、負担軽減は米軍と自衛隊を合わせて検討される必要があると考えております。次に1括弧3のあ、令和6年能登半島地震沖縄避難者支援募金についてお答えいたします。県では能登半島地震により沖縄県へ避難してきた方々の滞在中の経済的負担を軽減するため、令和6年能登半島地震沖縄避難者支援金として1人当たり2万円、1世帯上限5万円を給付することとしております。支援金は県民の皆様からの寄付金を活用することとしており、去る2月2日から募金受付を開始し、2月16日時点で約260万円の支援をいただいております。県としましては、避難してきた方々へ速やかに支援金を給付できるよう取り組んでまいります。次に1括弧3の E、被災者支援体制整備と市町村との連携についてお答えいたします。県では能登半島地震発生直後から情報収集を行い、1月5日に令和6年能登半島地震沖縄県支援対策本部を設置し、1月9日に第1回沖縄県支援対策本部会議を開催しました。1月12日に発表した被災者受け入れ方針に基づき、1月15日には、ワンストップ相談窓口となる被災者支援ワーキングチームを設置し、同日から相談受付業務を開始しております。また、公営住宅入居希望者に関する情報等を共有するなど、市町村と連携しているところです。引き続き、関係市町村等とも連携しながら、被災者に寄り添った各種支援に取り組んでまいります。
同じく1括弧3のう、被災者支援、被災者支援策と活用状況についてお答えいたします。県では被災者支援として、県内への避難にかかる往復航空運賃及び3食付きの宿泊費用支援に取り組んでおります。2月16日までに62件、174人からの申請があり、16件、35人を受け入れたところです。また、滞在中の経済的負担を軽減するために、支援金を給付することとしており、2月16日時点で申し込み件数は30件となっております。そのほか、中長期的な避難をされる方への支援としては、県営住宅への一時入居、および家具、家電の無償貸し付けや生活再建を図るための生活支援給付金に取り組んでおります。同じく1括弧5の案、自衛隊に対する認識についてお答えいたします。県としては自衛隊は我が国の防衛任務に加え、多くの離島を抱える本県において、緊急患者空輸、災害救助、不発弾処理等、県民の生命、財産を守るために大きく貢献していると考えており、去る2月17日の木原防衛大臣との面談においても、知事から自衛隊の日頃の活動に対し感謝を申し上げました。同じく1括弧5のう、うるま市の陸上自衛隊訓練場整備計画への認識についてお答えいたします。去る2月11日に防衛省が実施した説明会では、参加された多くの住民から計画に強く反対する意見が相次いだと承知しております。また2月16日に、うるま市石川地区自治会長連絡協議会から知事に対し、計画の断念を求める要請があったところです。このため、2月17日の防衛大臣との面談において、知事から政府においては、近隣住民のさまざまな不安を真摯に受け止め、地元の意向を尊重する姿勢を示すこと、計画を一旦白紙に戻し、検討することを求めたところです。以上になります。宮城総務総務部長。知事の政治1、知事の政治姿勢についての括弧2のあ、令和6年度沖縄振興予算案に対する評価についてお答えいたします。令和6年度の沖縄振興予算案については、前年度比1億円減の総額2678億円となっており、うち沖縄振興一括交付金が前年度比4億円増の763億円が計上されたほか、持続可能な国際観光景観モデル事業など、観光関連経費が新たに計上されました。また、令和5年度の補正予算として、沖縄振興公共投資交付金で約39億円、防災・減災・国土強靭化に資する公共事業費で約132億円など、沖縄振興予算として約329億円が計上されており、国の財政状況が厳しい中、本県に対しご配慮いただいたものと認識しております。同じく1の括弧4の E、物価高騰対策の執行状況等についてお答えいたします。県においては、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金や一般財源を活用し、教育、福祉、医療、交通、農林水産業など、さまざまな分野に対する支援に取り組んでおります。執行状況については、1月末時点の支出負担行為ベースで、令和4年度分は133億円に対し、執行額が104億円、執行率 78%、令和5年度分は直近の11月補正予算で計上した分を除いた予算額160億円に対し、執行額127億円、執行率 79% となっております。県としましては、引き続き同交付金等を活用して、物価高騰による県民生活や経済活動への影響に適切に対応してまいります。
次に2、行財政運営についての括弧1のあ、令和6年度当初予算案の特徴についてお答えいたします。令和6年度は、新沖縄21世紀ビジョン基本計画の取り組みを加速させ、誇りある豊かな沖縄の未来につなげていく重要な年であります。このため、令和6年度当初予算案は、重点テーマを踏まえ、子ども施策の強化、教員の働き方改革の推進、緊急自然災害防止対策、モノレール基地の整備、物価高騰対策支援などのさまざまな取り組みとともに、高齢化に伴う社会保障関係費の計上などにより、新型コロナウイルス感染症対策関連経費等は減少したものの、令和5年度に引き続き、8000億円を超える予算規模となっております。同じく2の括弧1の E、重点的に予算配分を行った事業についてお答えいたします。令和6年度は当初予算案の主な新規または拡充事業としては、強くしなやかな自立型経済の構築においては、大型枚数施設建設事業、質の高い観光サービスの提供促進事業、安全安心に暮らせる沖縄においては、消防共同指令センター移転、危機更新に係る市町村支援事業、恒久平和の願いと希望の未来の発信においては、海外自治体等との友好関係構築等に向けた地域外交推進事業、子ども真ん中社会の実現に向けた沖縄の未来への投資と支援においては、沖縄県子ども計画仮称を策定するとともに、子どもの意見表明等支援員、アドボケイトの配置の拡充など、個々の子どもが抱える状況に対応した事業、沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化の継承、発展においては、中城うどん跡等整備や公園の利便性向上事業など、さまざまな予算を計上しております。同じく2の括弧1のう、各省計上補助金の活用状況についてお答えいたします。県では沖縄振興予算に加え、非公共事業、いわゆるソフト事業において、各省計上補助金を積極的に活用することとしております。令和6年度当初予算案においては、文部科学省などの補助金を活用し、新規35事業、拡充12事業を含めた70事業において、約 25.6 億円を計上し、前年度比で約 19.4 億円の増となっております。同じく2の括弧1の A、執行率向上のための取り組み等についてお答えいたします。令和4年度一般会計決算における本件の執行率は 88.5% で、九州各県の平均 87.4% で、本県は4位に位置しております。令和6年度予算の執行にあたっても、執行率に影響の大きい公共事業等については、副知事を本部長とした沖縄県公共事業等施行推進本部により執行状況を管理するほか、9月法制からの繰り越し手続きや、債務負担行為設定による事業の早期着手、用地保証業務等の一部民間委託などの取り組みにより、引き続き執行率の向上に努めてまいります。同じく2の括弧2のあ、行員の不適正使用についてお答えいたします。今回の事案の概要は、名護県税事務所において、行員である沖縄県名護県税事務所員を、私的団体である名護県税事務所職員のご助会の預金口座の届出印として使用していたものであります。行員使用については、沖縄県行員規定第11条第1項により、公文書以外に使用してはならないと規定されており、職員ご助会での使用は不適正であったと認識しております。そのため、今回の指摘を、今般の指摘を受け、直ちに届出印の変更を行い、是正したところです。行員の適正な使用及び管理については、毎年度初めに通知を行っているところですが、今回の事案を受けて、改めてその徹底を図るよう、
全庁的に注意喚起を行ったところです。同じく2の括弧3の E、監査結果を受けての対応についてお答えいたします。1月25日の監査結果報告を受けた後、直ちに部局長会議を開催し、是正事項の情報共有と速やかに点検を行うことを確認したところです。また、今後の対策として、点検漏れを防止するため、令和6年度以降は、指定管理者が管理する施設等を除き、総務部において建築基準法に基づく点検業務を一括して発注することとしております。さらに、その他の法定点検に漏れが生じないよう、システムにより各種情報を一元管理していく予定としております。同じく2の括弧4のアのうち、執務机のフリーアドレス化についてお答えいたします。執務机のフリーアドレス化については、コミュニケーションの活発化が図られ、業務効率が改善されることから、Wi-Fi 環境の整備やノートパソコン等の導入が進んだ自治体において導入されているものと認識しております。県においては、令和7年度から本庁舎勤務し執務室の大規模改修に着手することとしており、文書管理システムの構築に伴うペーパーレス化の状況等を踏まえながら、執務机のフリーアドレス化を検討していきたいと考えております。同じく2の括弧4の E の括弧A、普通退職者の退職手当支給額についてお答えいたします。令和6年度の退職手当予算のうち、普通退職者については、過去3か年の退職者数及び支給額の平均により計上しております。増額している要因としては、近年の普通退職者の増加により、退職者数が増えたこと、並びに勤続年数が長く、退職手当支給額の高い職員の退職の増によるものであります。同じく2の括弧4の E の括弧 E、退職理由と対策についてお答えいたします。知事部局において、退職した元職員を対象にアンケートを実施したところ、退職理由は家庭の事情などさまざまありましたが、仕事の負荷が最も多くなっておりました。一方、回答者からは、組織改善の取り組みとして、若手職員をサポートする仕組みや、職員の希望業務のマッチング等に関する意見がありました。県においては、今年度から在宅勤務制度の本格導入により、多様な働き方を推進し、また、職員による主体的なキャリアデザインを促進するため、各所属の情報を取りまとめた所属プロフィールを職員に提供するなど、新たな取り組みを進めているところです。県としましては、今回のアンケート結果も踏まえ、多様な働き方ができる職場づくりや、職員の働きがいを高められるよう、引き続き取り組んでまいります。同じく2の括弧4の A の括弧 A、時間外勤務及び手当支給の状況についてお答えいたします。時間外勤務については、職員の適切な勤務管理の観点から、事前の勤務命令の徹底を行うとともに、手当の適切な支給に努めているところですが、予算については、前年度の支給実績等に基づき措置しているため、突発的な業務対応等により、手当にかかる予算が一時的に不足し、支給するまでに一定の期間を要する場合があります。そのため、予算の流用や補正を行うなど、できるだけ早期の支給に向け取り組んでおります。今後とも確実に支給するための所要の予算を確保するとともに、適切な時期の支給に努めてまいります。同じく2の括弧4の A の括弧 E、管理監督者の時間外勤務についてお答えいたします。知事部局においては、職員の在家時間を月ごとに把握し、管理監督職も含めて、長時間勤務職員がいる場合には、総務部から毎月当該情報の提供を行っております。各部局においては、これを踏まえ、業務分担の見直し等により、職員の負担軽減を図るなど、労務管理を徹底することとしております。同じく2の括弧4の O、役職定年制の運用についてお答えいたします。
組織の新陳代謝を確保し、活力を維持する観点から、役職定年制を導入し、管理監督職にある職員の職位は主管とすることとしております。60歳以降の職員については、過去の経歴等も踏まえ、専門スキルを生かした業務遂行や、若手職員等のサポートといった役割を担える配置を考えているところです。同じく2の括弧4の課、組織再編に沿った適正な業務と配置についてお答えいたします。令和6年度の組織再編については、子ども、若者および女性が夢や希望、安心感を持てる社会の実現に向け、新たに子ども未来部を設置いたします。また、国内外に向けた平和の発信の強化等を図るため、知事公室に平和地域外交推進課を設置するほか、保健医療と介護のさらなる連携強化のため、高齢者施策を保健医療介護部へ移管いたします。これらの組織再編の目的に沿った執行体制の確保に向け、重点的な定数配置を行うとともに、業務内容を踏まえた適材適所の観点から人員配置に努めてまいります。以上でございます。糸数徹保健医療部長。1、知事の政治姿勢についての括弧2の異、企業局への財政支援のあり方についてお答えします。水道は県民生活や産業活動を支える重要なライフラインの一つであり、県内大部分の用水供給を担っている県企業局の経営の安定化を図ることは、県民サービスの維持・向上の観点からも必要であると考えます。そのため県では、令和5年度に電力価格高騰の影響による電気料金の増額分等に対し補助を行うとともに、令和6年度は建設改良事業に必要な貸付金30億円を当初予算案に計上しております。県としましては、今後とも県企業局への必要な対応を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。宮平美智子子ども生活福祉部長。一、知事の政治姿勢についてのご質問の中の括弧2の「う」、揮発油税等軽減措置の恒久化発言についてお答えいたします。本軽減措置につきましては、関係閣議のご尽力により、延長が認められたものと認識しております。本件のガソリン価格については、地理的不利性のほか、移動手段を乗用車に依存していることや、1人当たり県民所得が全国最低水準であるかゆえに、家計に占めるガソリン代の負担感が大きいという課題があります。特に地理的不利性については、県内に石油精製施設がなく、本土・本島間、および本島・離島間の輸送コストがかさむことが、ガソリン価格を押し上げる要因となっておりますが、これらの要因については、年数の経過により、課題が解決するわけではございません。そのため、安定的、継続的な措置が必要であるという認識を述べたものでございます。以上でございます。前川智弘土木建築部長。
1、知事の政治姿勢についての括弧3の A、沖縄における道路警戒計画への関わりについてお答えいたします。沖縄における道路警戒計画は、大規模災害が発生した場合の被災状況に即応し、救援や救助活動を支える緊急輸送の確保を目的に、平成28年11月に策定し、平成30年5月に改定されております。失礼しました。県は同計画策定の構成機関であるとともに、道路警戒作業の実効性向上を目的とした訓練にも参加しております。引き続き関係機関と連携し、大規模災害発生時における緊急輸送路の確保に備えてまいります。次に、2、行財政運営についての括弧2のう、国庫補助金受け入れについてお答えいたします。中城湾港振興地区の耐震補強工事等において、国に対し国庫債務負担行為手続きを行っていなかったことから、国庫請求できず、国庫補助額を一般財源および県債への財源振り替えを行ったところであります。再発防止対策については、補助金等交付要領等の読み合わせを行い、理解を深め、国庫補助等の申請手続きの作業内容および時期を明確化し、チェックリストを追加作成することなどの対策を実施しております。引き続きこのようなことがないよう、再発防止対策を徹底してまいります。次に、4、文化観光スポーツ行政についての括弧1のうのうち、大型クルーズ船係留施設の整備、稼働状況についてお答えいたします。大型クルーズ船対応岸壁は、県内の5港で整備されております。那覇港では23万トン級と17万トン級、石垣港、平良港、音部港では22万トン級、中城湾港では16万トン級のクルーズ船に対応しております。令和5年の寄港回数はそれぞれ、那覇港79回、石垣港35回、平良港19回、本部港1回となっております。次に、同じく4の括弧6のあ、首里城復興事業の進捗状況についてお答えいたします。県では首里城復興基本計画に基づき、正殿等の早期復元と復元過程の公開に取り組んでおります。県民をはじめ国内外から寄せられた寄付金を活用し、柱などの木材を調達し、現在は赤瓦、竜頭棟飾りなどを制作しているところです。また、正殿の復元過程を見る、学ぶ、楽しむ取り組みとして、復元工事現場に隣接する復興展示室や、睡眠館にて制作物の試作品を展示し、復元過程の映像などを放映しております。今後も2026年度の正殿復元に向けて国と連携して取り組んでまいります。次に、同じく4の括弧6の E、新水務構想に基づくまちづくりについてお答えいたします。県では、首里城復興基本計画に基づき、中城郡や松崎馬場の整備を進めております。また、次年度からは、地域からの要望の多い与茂千橋の欄干の復元に取り組むこととしており、正殿の復元完成する2026年度に供用開始を予定しております。さらに、水民地区まちづくり推進協議会において、歴史文化資源の整備推進や、暮らしと観光の両立したまちづくりに向け、地域の方々と検討会を行っており、今後も地域や那覇市と共同して取り組んでまいります。以上でございます。金城敦史企画部長。1、地位の政治姿勢についての括弧4のあ、低所得者世帯への給付状況についてお答えいたします。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠を活用した住民税非課税世帯1世帯当たり7万円の給付については、1月末までに12市町村が支給を開始し、
2月末までに37市町村が支給を開始する予定であります。県としましては、速やかな支給が実施されるよう、市町村に対して助言等の支援を行ってまいります。次に、2、行財政運営についての括弧4のあのうち、町内 Wi-Fi 環境整備の現状についてお答えいたします。県では、町内 DX 推進の一環として、新沖縄県行政運営プログラムに基づき、今年度から職員の業務パソコンをモバイル化するとともに、本庁舎内の会議室および一部執務室において、Wi-Fi の検証導入を行っております。次年度は検証結果を踏まえ、本庁舎各執務室への Wi-Fi 導入を予定しております。県としては引き続き、多様かつ能率的な働き方に対応した職場環境の基盤整備に取り組んでまいります。同じく2の括弧4のう、職員採用区分のデジタル枠創設についてお答えいたします。県ではデジタル人材の確保・育成は重要であると認識しており、任期付き職員の採用や職員研修の拡充と合わせ、沖縄県デジタル人材育成方針仮称の策定に向けた準備を進めているところです。その中では、デジタル面から見た職員の役割、必要となるスキルや研修体系の整理のほか、エキスパート人事や専門職採用の検討などの記載を盛り込んでいく予定です。令和4年度の都道府県調査では、20団体で情報職の採用があると承知しており、参考にしながら検討を進めてまいります。次に、3、産業振興についての括弧3のあ、前期実施計画における取り組みと進捗状況、見通しについてお答えいたします。新沖縄21世紀ビジョン実施計画の前期実施計画では、県民所得の向上に向けた取り組みとして、将来像3、希望と活力にあふれる豊かな島を目指してのもとに、企業の稼ぐ力の強化、世界から選ばれる持続可能な観光地の形成、デジタル社会を支える情報通信関連産業の高度化、高付加価値化、亜熱帯海洋性気候を生かした持続可能な農林水産業の振興などの基本施策を掲げ、多くの取り組みを推進しております。令和4年度の取り組みの進捗状況については、現在、沖縄県 PDCA 実施計画を取りまとめているところでありますが、おおむね順調に進捗していると考えており、前期実施計画の目標達成に向け努めてまいります。同じく3の括弧4のあ、県への申請手続きのデジタル化率の状況についてお答えいたします。令和6年1月末における県民向けの手続き462件中、電子化しているものは228件、率にして 49.4% となっています。電子化していない手続き234件のうち、電子化が見込める104件については、業務所管課と連携し、技術的支援を行いながら、令和9年度までに段階的に電子化を行うこととしております。引き続き県民サービスの向上につながるよう、取り組みを促進してまいります。同じく3の括弧4の E、沖縄県 DX 推進計画の効果検証についてお答えいたします。県では本年度より、沖縄県 DX 推進計画の PDCA による検証を開始しており、1月末の沖縄県 DX 推進本部会議において、令和4年度の検証を行ったところです。今回の検証では、全体の 87.3% の取り組みが順調、あるいはおおむね順調となり、
沖縄21世紀ビジョンへのデジタル面での貢献という視点を含め、総じて順調であったものと考えております。今後も検証を毎年度実施し、課題の把握や改善に努め、DX の推進に取り組んでまいります。次に4、文化観光スポーツ行政についての括弧1の絵、県内の自動運転技術導入の課題及び今後の状況についてお答えいたします。県内では南城市、石垣市、北谷町等において、自動運転バス等の実験が行われております。自動運転技術の導入にあたっては、安全性確立の技術開発が求められる一方、高コストとなるため、安全面とコスト面の両立等、持続性が課題と考えております。県では、令和6年度に交通の維持が厳しい離島地域において、住民合意形成の下、低コストで持続可能な自動運転導入モデルの構築に向け、実証実験等を実施し、島における定住環境整備に取り組んでまいります。同じく4の括弧1の木、第那覇空港構想についてお答えいたします。県では那覇空港について、新沖縄21世紀ビジョン基本計画において、世界最高水準を見据えた拠点空港としての整備を促進することとしております。那覇空港拡張整備促進連盟による中長期構想については、その具体的な提案であると受け止めております。那覇空港の将来の在り方については、空港周辺と一体となった臨空・臨港型の経済振興を図ることが重要であると考えていることから、引き続き経済団体等の関係機関と意見交換を進めてまいります。以上でございます。前門直美農林水産部長。行財政運営についての中の括弧2の い、農業大学校における可燃土支出にかかる私費補填についてお答えいたします。農業大学校において、令和3年度に支払うべき消耗品費について、支出時期を逸したため、可燃土支出を行ったところ、4万7311円のうち、8349円を、当時の担当職員が私費で支払っていたものであり、支出事務が適正でありませんでした。不適正な事務処理を行った理由としましては、校内のチェック機能が十分でなかったことや、担当者の認識不足もあったと理解しております。農林水産部としましては、会計課の会指導と合同で、出先機関に直接出向き、沖縄県財務規則等の周知徹底やチェック体制の強化が図られるよう、会計処理の点検指導を行うなど、適正な会計事務に努めてまいります。以上でございます。元武秀光病院事業局長。2、行財政運営についてのご質問の両括弧2の A、決済を受けていない財務行為の概要と対策についてお答えします。令和4年度定期監査では、行政財産使用料の調停、督促状の発行、
異業未集金の不能欠損処分、契約に係る支出負担行為及び支払いの誤検の手続きが決裁を受けずに処理されている不適正事案として指摘されております。このような処理は、担当者の関係規則に対する理解不足、管理監督者の審査が不十分であることが主な要因となっております。そのため、病院事業局では、令和5年度から担当者、管理監督者への研修の実施、財務会計事務改善プロジェクトチームの設置、公認会計士を活用した課題改善に取り組んでいるところであります。以上でございます。明名仁代表監査委員。2、行財政運営についての括弧3のあ、行政監査結果の概略についてお答えいたします。行政監査は、地方自治法第199条第2項の規定により、県の事務の執行について、監査委員が必要であると認めるときに行う監査であり、監査委員の協議により、テーマを定めて実施をしております。令和5年度の行政監査は、施設利用者の安全確保及び施設の効率的運用に資することを目的として、県有施設の安全対策をテーマに実施したところであります。監査の結果、多くの施設において、適切な維持管理を行う上で必要な予算、組織体制、マニュアル等の作成、専門知識、スキルの習得など、各面で課題を抱えており、建築基準法で義務付けられた点検を実施していない施設があるなど、是正または改善を要する事例が認められました。このことから、施設の管理、安全対策、運用等について、監査で明らかとなった実態等を踏まえ、改善に取り組むよう意見を述べたところであります。以上でございます。松永京商工労働部長。3、産業振興についての括弧1のあ、および括弧1のい、沖縄スタートアップエコシステム発展戦略の KGI と目標達成に向けた支援策についてお答えします。3の括弧1のあと3の括弧1のいは関連しますので、一括してお答えします。同戦略の目標設定につきましては、今後、ベンチャーキャピタルや投資家からの出資が活発化することで、資金調達額の増加を見込んでおり、年間の資金調達額は大都市に並ぶ100億円を目指しているところです。また、スタートアップ数を現在の2倍に増やし、その中から企業評価額が100億円を超えるスタートアップが10社成長することを目標として、KGI を設定したところです。目標達成に向け、同戦略では、スタートアップ誘致や専門人材の育成、国内外への事業展開支援、オープンイノベーションの促進など、さまざまな取り組みを実施することとしております。県としましては、スタートアップエコシステムコンソーシアムに参画する関係機関と連携し、スタートアップの成長段階に応じた各種支援に取り組んでまいります。同じく3の括弧2のあ、ゼロゼロ融資の返済状況についてお答えします。沖縄県信用保証協会に確認したところ、ゼロゼロ融資の返済状況につきましては、令和6年1月31日時点の保証債務の件数9876件のうち、約 88% が正常に返済されており、残り約 12% は条件変更等で対応していると聞いております。一方、事業者によりましては、
今後、コロナ禍からの業績回復の遅れなどによる事業継続への影響が懸念されることから、県としましては引き続き事業者の状況を注視し、適切な事業継続支援等に取り組んでまいります。同じく3の括弧2の E、ゼロゼロ融資のリスケジュールなどの把握等についてお答えします。民間の調査によりますと、令和5年の県内企業の倒産件数は40件、休廃業解散件数は429件となっており、令和4年と比較して倒産件数で6件、休廃業解散件数で51件増加しております。県では金融機関やよろず支援拠点等と定期的に意見交換を行い、リスケジュールや債務減免等も含めたコロナ関連融資の返済状況や支援状況について現状把握に努めているところです。県としましては引き続き金融機関や支援機関と緊密に連携し、適切な事業継続に向けた取り組みを推進してまいります。同じく3の括弧3の E、労働生産性向上のための企業向け支援策についてお答えします。県では労働生産性の向上に向け、企業のデジタル導入や DX 計画の策定等に対する支援に取り組むとともに、企業連携による域内経済循環に資するプロジェクトへの補助や、イノベーションの担い手となるスタートアップの創出、育成等に取り組んでいるところです。また、沖縄関係税制を活用した企業の設備投資の促進や、生産性向上に必要となる従業員のリスキリングや高度人材の育成、確保など、さまざまな支援策を実施しているところです。同じく3の括弧5のA、本県における再生可能エネルギーの普及状況についてお答えします。2021年度における本県の再生可能エネルギー電源比率は 11.1% となっており、その構成比は太陽光が 57%、バイオマスが 39%、風力が 3%、水力が 1% 程度となっております。県では新たな再生可能エネルギー電源の導入に向け、洋上風力の導入に適した候補地等の調査や、水素発電の可能性調査等を行うとともに、新技術を活用した再生可能エネルギーの将来的な導入に向け、引き続き情報収集に努めてまいります。同じく3の括弧5の E、石油石炭からの中長期的なエネルギー展開についてお答えします。県では2050年度エネルギーの脱炭素化に向け、2030年度再エネ電源比率の目標を 18% とし、再エネ電源の主力である太陽光やバイオマスの導入拡大に取り組んでいるところです。また、次年度の新たな取り組みとして、環境省予算を活用した太陽光発電設備支援や、風力発電事業者の発掘に向けた風況観測支援等の実施を計画しているところです。県としましては、国の補助金の活用や、税制上の特例措置の積極的な活用促進により、2050年度脱炭素社会の実現を目指してまいります。以上でございます。宮城次雄氏文化観光スポーツ部長。4、文化観光スポーツ行政についての括弧1の A、富裕層向けの観光サービスの整備についてお答えします。県では、観光客の滞在日数の延伸や、観光消費額の向上につながる国内外の富裕層の誘客に取り組んでおります。富裕層が利用する施設として、スーパーヨットについては、与那原マリーナや石垣港など、プライベートジェットについては、那覇空港や下島空港などがあります。富裕層による施設利用について、
個人情報の関係で利用目的等が十分に把握できないことが課題となっております。このため、県では町内各部局と関係機関が連携し、施設の利用状況等の把握と利用実態の分析に努めながら、国内外からの富裕層誘客に取り組んでまいります。同じく4の括弧1の E、観光客のモビリティ環境についてお答えします。県では、観光客の公共交通の利用促進を図る観点から、公共交通機関のダイヤや運賃などの運行情報のオープンデータ化を推進してきました。これらのデータを活用し、Google マップの乗り換え検索サイトなどで、県内の公共交通の経路検索ができるようになりました。また、観光客が多く利用するバス停の上や整備のほか、バス停や観光施設、宿泊施設などにおいて、運行情報を発信するサイネージの設置などを支援しております。引き続き、観光客のモビリティ環境の改善や、公共交通の利用促進につながる取り組みを実施してまいります。同じく、4の括弧1のウのうち、クルーズ船の寄港におけるアクセス手段確保についてお答えします。クルーズ船の寄港時には、クルーズ船社が県内旅行会社にツアーバスやシャトルバスを手配するとともに、県や周辺市町村等で構成される地元受け入れ団体が、寄港情報を事前にタクシー協会に共有し、配車を依頼するなど、乗客が円滑に移動できるよう連携して取り組んでおります。また、県では、乗客の訪問先の分散化や、効率的な周遊を促すため、船社と共同で循環バスの実証運行を行うなど、今後の本格的な寄港再開に向け、二次交通の機能強化に取り組んでおります。同じく4の括弧1の O、令和6年度の観光振興基金を活用した事業についてお答えします。令和6年度は、沖縄県観光振興基金を活用して、観光二次交通結節点機能強化事業、災害時等観光客避難支援事業、観光人材確保支援事業、マリンレジャー事故防止調査対策事業など、計14事業、約7億5900万円を計上しているところです。これらの取り組みにより、観光客の公共交通機関の利用促進、災害時の観光客の滞在席及び備蓄の確保、観光人材の確保、観光客の水難事故防止など、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成につなげてまいります。同じく4の括弧1の課のうち、水難事故防止に向けた対策についてお答えします。令和5年の観光客を含む水難事故者数が過去最多を記録していることから、水難事故防止対策は喫緊の課題であると認識しております。県では観光客に対して、構築したポータルサイト、沖縄マリンセーフティを活用し、海の危険性及び事故の未然防止について周知を図るなど、対策を講じているところです。令和6年度は、沖縄マリンセーフティの周知啓発の強化を図るとともに、ハワイから招聘したプロライフガードと県内のライフセーバーを活用して、海の安全講習会を拡充するなど、取り組みを強化してまいります。引き続き、関係機関及び観光関連事業者と連携し、海の安全に向けて取り組んでまいります。同じく4の括弧2の A、事業スキームとスケジュールについてお答えします。沖縄県マリンタウン国際会議大型展示場整備運営等事業は、PFI の手法により設計・建設の後、県に所有権を移転する BT、ビルド・トランスファー方式と、公共施設等運営権を設定して、運営維持管理を民間事業者が独立採算で行うコンセッション方式で実施するものです。議会の議決を得て、令和6年5月に入札公告、令和7年3月に落札者の決定、令和7年7月に事業契約の締結を予定しています。設計と建設に3年半を見込んでおり、令和11年1月に県へ施設が引き渡された後、令和11年3月から20年間、民間事業者により運営維持管理が行われます。同じく4の括弧2の E、地元市町村等への説明と連携についてお答えします。県では住民説明会を令和6年1月22日に西原町、令和6年1月24日に与那原町で両町長に参加していただき開催しました。また、両町長は地元の意見を取り込む観点から、事業者の募集選定に関する検討等を行う有識者委員会の委員となっております。今後も関係4町村と
観光協会、商工会等で構成する東海岸地域サンライズ推進協議会と連携し、大型埋設を核とした東海岸地域の振興による県土の均衡ある発展につなげてまいります。同じく4の括弧2のう、円滑な交通システムについてお答えします。那覇市内や空港等からの交通アクセスは、令和4年3月までに暫定供与した早原バイパス、与那原バイパスと、整備中の那覇空港自動車道等の利用を想定しております。また、大型埋設施設の開業後は、公共交通機関の利用促進や、中南部地域からのシャトルバスの運行による交通渋滞の緩和に努めることとしております。引き続き関係4町村で構成する東海岸地域サンライズ推進協議会と連携して取り組んでまいります。同じく4の括弧2の A、ゼブへの対応についてお答えします。ゼブとは、省エネ化と再エネの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支ゼロを目指す建物のことで、4段階の定義があります。大型埋設施設は、令和5年12月に公表した要求水準書案において、従来の建物より 30% 以上消費量を減らす、ゼブオリエンテッド以上の水準を求めております。また、マリンタウン埋設エリアは、周辺商業施設等を対象として、国の脱炭素先行地域に選定されており、与那原町が進める省エネ、再エネ等の脱炭素の取り込みについて、県も連携してまいります。同じく4の括弧3のアと4の括弧3の E、民間企業との連携および県の連絡対応体制についてお答えします。4の括弧3のアと4の括弧3の E は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えします。本島北部地域に整備が進められているテーマパーク、ジャングリアの開業は、周遊時間の増加による観光客の滞在日数の延伸や、地元特産品等の消費促進など、観光の高付加価値化が期待されています。一方で、事業進捗に伴い、地域住民の方々から交通渋滞や地域の雇用への影響を懸念する声もあります。このため、開業効果を最大限に活用し、地域振興を図るとともに、事前に想定される課題について、速やかに全庁共有を図る会議体として、関係課長で構成する連絡会議を設置し、1月24日に第1回の会議を開催しました。今後は関係課及び名護市今帰仁村で構成する部会の開催を想定しており、それぞれが所管する課題への対応の方向性を確認してまいります。また、第1回の連絡会議には、ジャングリアを運営する株式会社、ジャパンエンターテインメントもオブザーバーとして参加しており、施設概要や県と連携して取り組む課題等について説明を受けたところです。同じく4の括弧4のA、J リーグ企画スタジアム整備の進捗についてお答えします。J リーグ企画スタジアムの整備については、法手続きへの対応、既存イベントとの調整、整備費の縮減、財源の確保等の課題整理に取り組んでおります。今年度はコスト縮減と効率的な運営を目的に、2万人規模の収容として整備する手法と、当初は1万人規模として整備した後、2万人規模へ段階整備する手法との比較検討を行いました。また、PFI による事業実施や整備後の運営方法、にぎわい創出の方策等について、有識者ヒアリングや民間事業者サウンディング等を実施しております。同じく4の括弧4の E、大根山公園大根山公園周辺一帯の再開発についてお答えします。大根山公園内には、県が管理している体育施設や公園施設、那覇市が管理しているサルラースタジアム那覇、民有地などが混在しているところであります。また、体育施設である水泳プール、弓道場、テニス場などの施設は、県内における大会の主要な会場として利用されております。那覇市の施設を含む公園全体の再開発については、既存施設の整備財源の変換も生じることなどから、整備に相当な時間を要するものといった課題があると考えております。同じく4の括弧4のう、LABV 方式についてお答えします。LABV 方式とは、官民連携手法の一つで、自治体が公用地を現物出資し、民間事業者が資金を出資して設立した事業体が、公共施設と民間収益施設を複合的に整備してマネージメントする手法と認識しております。同じく4の括弧4の A、沖縄スポーツ関連産業協会についてお答えします。沖縄スポーツ関連産業協会は、内閣府沖縄総合事務局が、
平成29年度に設置した沖縄スポーツヘルスケア産業クラスター推進協議会の構成員の一部が中心となって、令和4年6月に新たに一般社団法人として設立されました。同協会はスポーツ関連産業の発展拡大に向けて、スポーツを通じたビジネスモデルの構築などに取り組んでおります。県ではスポーツと他の産業とのマッチングに関する専門的知見等を活用するため、沖縄県スポーツ推進審議会委員や補助事業の審査委員を担っていただくなど、連携してスポーツ関連産業の振興に取り組んでおります。同じく4の括弧5のあ、空手ツーリズムの経済効果についてお答えします。県が令和2年3月に実施したアンケート調査によると、空手ツーリズムの経済効果は、県外、海外の空手愛好家の平均滞在日数を11日、滞在中の1人当たり消費額を14万6753円と試算しており、他の観光客と比べ、滞在日数、消費額とも多くなっております。また、令和元年度に県外、海外から8871人が来沖しており、多人数複数回の訪問も多いことから、沖縄を発祥の地とする空手は、観光資源として大きな波及効果が期待されます。このため県では、空手ガイドの養成、旅行商品の開発支援、空手会館の多言語対応など、空手ツーリズムを積極的に推進してまいります。同じく4の括弧5の E、ユネスコ無形文化遺産登録に向けた取り組みについてお答えします。県では、県内の空手団体をはじめ、市町村、教育、文化、学術、経済団体等が加盟する沖縄空手猪之助登録推進協議会を設置し、関係省庁への要請、機運醸成のためのシンポジウムなどを行ってきました。また、空手が祭礼行事など、地域の生活文化に溶け込んでいることから、県内各地を対象とした民族学的調査を令和4年度から実施しております。令和6年度に当該調査を取りまとめ、関係省庁への提供を行うとともに、文化観光スポーツ部、文化振興課内に無形文化遺産推進官を配置し、琉球料理等食文化などの分野と連携し、登録に向けて取り組んでまいります。同じく4の括弧5のう、沖縄空手世界大会の開催についてお答えします。県では、沖縄伝統空手道振興会等とともに、大会実行委員会を設置し、今年8月に開催する第2回沖縄空手少年少女世界大会に向けて準備を進めております。これまで県内予選や審判講習会を実施しており、今後は大会の周知広報、県内離島、県外、海外予選の実施、交流演舞会、沖縄空手セミナーのプログラム調整、シャトルバスの運行検討を行ってまいります。大会の開催により、世界中から少年少女やその家族が集結し、交流を深めるとともに、沖縄空手の技や精神性を今後も正しく伝えていく機会が創出されるものと考えております。以上でございます。鎌谷治之警察本部長。文化観光スポーツ行政についてのご質問のうち、括弧1の課、水難事故防止対策についてお答えをいたします。令和5年の県内における水難事故は、暫定値で発生件数116件、前年比10件増加、罹災者数169人、同じく26人増加、死者数59人、同じく19人増加となっており、その内訳として、県民が罹災した事故66件、前年比9件増加、観光客が罹災した事故50件、同じく6件増加となっております。これら水難事故の発生状況を踏まえ、県警察においては、関係機関、団体と連携を図り、海浜パトロールにより、夜遊泳者等への注意喚起の実施、立ち入り調査強化チームによる海域レジャー提供事業者に対する安全指導等の徹底、航空機等の公共交通機関における事故防止アナウンスの実施や、空港でのリーフレット配布などの広報啓発活動の推進など、各種対策を講じております。今後も水難事故防止のため、適切な事故防止対策を推進してまいりたいと考えております。以上でございます。
西銘恵志郎議員。西銘恵志郎議員、はい、ご答弁ありがとうございました。再質問を行いたいと思います。まず最初に知事の提案説明用紙、我々は所信表明とも申しておりますけれども、その件について確認をさせてください。まず1点目でありますけれども、知事、この用紙について最終的に執行部から説明を受けた日にちを教えてください。休憩でしょう。再開いたします。金城敦企画部長。お答えいたします。1月の29日となっております。石目慶志郎議員。それから2月14日我々開会日を迎えたんですけれども、その間知事との交渉といいますか、はっきり言いますと文言が追加になっている分我々気づかなかったんですけれども、それは確認していますか。金城敦企画部長。はい、1月29日に最終確認を行って、印刷の作業に入っておりますので、そういうことで、文言の確認はその時点で終わっているということでございます。石目慶志郎議員。じゃあ知事に確認します。29日以降知事は過失加えたところは知事の意思でされたというふうに思いますけれども、どういう意図があって過失されたんでしょうか。休憩とします。再開いたします。玉城デミー知事。はい、過失した意図につきましては、まあ、当分、当然といいますか、必要な点においてですね、それを、まあ、強調するという点での意思で行われたものというように考えております。石目慶志郎議員。それは我々議会には何も説明もなく過失されているんですけれども、執行部はそれは確認してたんでしょうか。休憩いたします。再開いたします。金城敦企画部長。はい、事務方としては、1月29日の、調整が最終ですので、それ以降の、文言の修正については、過失については、確認してございません。石目慶志郎議員。知事に伺います。過失した部署を読み上げてください。玉城デニー知事。はい、知事提案説明用紙の21ページの、これは、ちょっと行数でいうと、行数がちょっと、申し訳ありません、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17行目にあたります。その前後から申し上げますと、沖縄県としては、引き続き、本来、知事提案説明用紙には、沖縄県としては引き続き関係機関と連携を図り、日本政府に対しという文言のところに、沖縄県としては引き続き戦略的互恵関係の構築の考えのもと、関係機関と連携を図りというように加筆したものであります。指名慶一郎議員。これ、知事は冒頭に県議会への理解を求めるというふうに書いてますけれども、われわれ県議会に説明が全くなかったことと、それからわれわれは当日しか見れないんですよね。で、執行部の皆さんがそれを知らない、知事が過失をしたことを知らないということは、この内容はまあ別にしてですね、これから仮にわれわれがもらったもの、執行部が渡したものが、文書が知事によって10行も20行も書かれるともわからないということで理解してよろしいでしょうか。玉城デニー知事。はい、今般のこの過失の部分につきましては、日本政府の、これまでの考え方にのっとって、私が、その文言を過失したものであります。ということで、特に図ってなかったということであります。指名慶一郎議員。知事ね、私、中身は問うつもりはないんですよ。知事が過失をしたことを執行部が知らないということですよ。ましてや議会事務局も知らないですよ。我々も知らないですよ。文書を見て、私最初日に、あれ、なんかおかしいなと思って確認したら、開始されたということだったんで、それは知事、絶対あってはいけないことだと私は思いたいんです。開始することは構いません。それを我々議会が知らないということです。見落とす可能性があるということですよ。今後10行、20行書き換えても削除しても我々が気づかないケースもあるかもしれない。これ執行部が知らない、訂正もされてない。これは問題だと思いますが、知事はどう考えますか。玉城デニー知事。はい、今般の点におきましては、従来の考え方を踏襲するということにおいて、過失したものでありますが、以降につきましては、執行部の方と十分確認をして、そのようなことがないように努めたいと思います。指名慶一郎議員。僕はある意味、議会を軽視しているとしか思えません。執行部には前日か、に渡して、それ、我々は当日しか見られないわけですよね。ですからその辺はぜひ知事、もう一回言います、中身を私、問うているわけではなくて、過失をした事実を執行部が知らないという、知事と執行部の関係、それから議会事務局の関係を私は軽視していると思います。強い反省を求めたいと思います。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘慶一郎議員。はい、知事のその提案説明の中で、辺野古新基地建設反対についてというところで、知事は民意をよりどころに、反対の思いを実現するために、県民の先頭に立ってまいりますとありますが、一つ確認です。これは事前に通告してますけれども、辺野古基金、特に県が管理しているわけではありませんけれども、この現状について、どう把握されているかお答えください。休憩いたします。再開いたします。玉城正人知事公室長。はい、議員がご説明のように、辺野古基金につきましては、県の方で、管理している、ところではございませんが、辺野古基金のホームページによりますと、同基金は辺野古新基地建設に反対し、建白書において要求されたオスプレイ配備の撤回、普天間基地の閉鎖、撤去、および県内移設を断念させる運動の前進を図るために、物心両面から支援を行い、沖縄の未来を開くことを目的として、平成27年4月に設立されております。はい、以上でございます。西銘慶一郎議員、ちょっと休憩ね。休憩いたします。タブレットで。再開いたします。西銘慶一郎議員。これはホームページの最初のところです。23年、去年の12月31日現在の寄付金及び支援額ということで、寄付金7億8700万寄付が集まり、7億6700万使ってますんで、もうほぼ2000万ぐらいしか残ってないんですね。で、それと寄付金、次のページですけれども、これホームページで調べると、この寄付金を見てください。辺野古基金の決算状況を見ると、
2018年度、寄付金が5200万集まったのが、それから2500万台、750万、600万、525万と減っています。これを知事はどのように受け止めますか。寄付が減っているということはどのようにことが考えられるかお答え願います。倉丸雅人知事公室長。辺野古基金の寄付額の推移でございますけれども、これにつきましては、民間の基金、民間の基金であるため、コメントは差し控えたいと考えております。締め圭一郎議員。県が直接関与するではないにしても、これは一つの辺野古基地反対の運動の私はバロメーターだと思います。5000万ほど集まったものが、この5年間で10分の1に減っている。それがなぜか、仮説は立てられると思います。おそらくその方々は、寄付をした人も辺野古の新基地を作らせないということに期待をした。しかし、だんだんこの今の環境を見ていると、なかなか厳しいということも想定されるんではないかと思いますが、知事に申し上げたいことは、県民投票や3回の知事選で県民の民意がというふうにおっしゃいますけれども、こういった運動の中に寄付金が10分の1に減っていることを、知事自身はどのように受け止めますか。玉城デニー知事。民間団体の寄付の状況につきまして、私がつぶさに、承知をしているところではありませんが、しかし一般論として、この間、新型コロナウイルスの世界的なパンデミック、そしてさらには、エネルギーや諸物価の高騰など、非常に、家計を圧迫する、あるいは企業経営を圧迫するような、そういう経済状況が続いております、そういう社会的な状況によって、寄付の動きもまた変わってくるものであろうというように資料をいたします。石目啓志郎議員。はい、次に行きたいと思います。沖縄を取り巻く現状の認識なんですが、以前も申し上げました、知事、その環境が劣化して厳しくなっていることは認めるというふうにありますけれども、私はこれを見てて、知事の認識っていうのがすごい甘いんではないかと、要は中国の行動、尖閣海警局の動き、またいろんな発言、習近平の発言や、関係各社の発言を聞いていると、私はもっと危機感を持つべきではないかと、要は決して台湾有事だけではありませんけれども、本当に国民保護計画のもとに、この間、石垣市ではやったようですが、それに対するいろんな準備、政府と、そうだったかな、いろんな準備もしているようですけれども、県自らが本当に危機感を持たないと、これは話し合いだけで解決するんではなくて、何かあったときには、これをしっかり県民の生命、財産を守るのは、知事の大事な仕事だと私は思っております。その辺に関して、知事、もう一度、この現状認識、しかもその台湾有事の際に仕掛けてくるのはどこなのか、米軍ですか、日本ですか、台湾ですか、どこでしょう。お答えください。休憩とします。再開いたします。玉城雅人知事公室長。お答えいたします。県としましては、中国の軍事力の強化、東シナ海、南シナ海における現状変更の試み、台湾や朝鮮半島をめぐる問題などが存在するなど、アジア太平洋地域の安全保障環境はより厳しさを増しており、特に軍事面における緊張関係と経済面における緊密な結びつきが併存していることが、アジア地域の特徴というふうに認識しております。で、この地域の持続的発展のためには、平和的な外交、対話によって軍事的な緊張関係を緩和するとともに、これまで積み重ねてきた経済交流や多様な国際交流などをさらに強化していくことにより、国、地域間の揺るぎない信頼関係を構築していくことが重要であるというふうに考えております。以上です。石目啓志郎議員。今、国名は申し上げなかったんですが、中国ということで理解してよろしいでしょうか。休憩いたします。再開いたします。玉城雅人知事公室長。台湾有事に関しましては、中国と台湾の間にかへの、問題であるというふうに認識しております。締め啓志郎議員。じゃあ次に行きたいと思います。沖縄振興策についての令和6年度知事の評価を聞きましたが、知事はどのような予算の要請行動を行ったのか伺います。宮城総務総務部長。はい。令和6年度の国庫要請にかかる知事の
対応ですけれども、まず7月に自民党の沖縄振興調査会の会長、それから幹事長に対しまして、お二方に対しまして、町村会とともにですね、沖縄振興一括交付金減額による事例の影響についてご説明いたしました。で、例年ですと8月の概算要求の際に知事を先頭に関係要領に対し要請することとなるんですが、確か台風6号が接近してかなりの長時間沖縄に停滞するという予報があったものですから、知事は台風対策に専念するということで、こちらについては池田副知事が対応したところです。で、9月、それ解説で結構です、はい、大丈夫です。あ、はい、とうとうで、対応してきたところでございます。西銘敬志郎議員。これは優先順位だと思うんですが、知事、もちろん台風も大変だと思うんですが、県の予算を交渉する場に知事自らが行かなかったこと、それから、揮発税の特例措置についてもどれだけ多くの人たちが汗を流したか、これは多分池田副知事はご存知だと思います。この現場にいらしたと思うんで、我々は幹事長の島袋、幹事長代表に本当に被害帰りのチケットを取らないで向かいました。そういう多くの人が汗を流してしたことを、この知事が本当にどれだけ理解しているか、私は非常に疑問に思います。それで特例措置を後継化すべきではないかという、このハードルが高い案件に対しても知事がどれだけの理解をしているのか、私は非常に疑問に思いました。今後しっかりこれについては、両副知事も含めて認識を新たにしていただければと思います。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘敬志郎議員。はい、括弧5の方ですかね。これ自衛隊に関するところでちょっと確認しないんですけれども、知事は抑止力の強化が地域の緊張を高めるというふうになります。ここでちょっと視点を変えて、県警本部長にお聞きしたいと思いますが、警察官が拳銃を所持する法的根拠についてございます。鎌谷晴幸警察本部長。はい、お答えをいたします。警察官が拳銃を所持する根拠につきましては、警察法第67条に警察官はその職務執行のため小型武器を所持することができると規定されており、交番に勤務する地域警察官などは同法を根拠として拳銃を携帯し、各種警察活動を行っております。以上です。西銘敬志郎議員。続いて、拳銃はどのような状況で使用可能か、法的根拠も含めてご説明お願いします。鎌谷晴幸警察本部長。お答えします。警察官の拳銃使用につきましては、警察官職務執行法第7条をその根拠としております。具体的に申しますと、犯人の逮捕もしくは逃走の防止、事故もしくは他人に対する防護、または公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において武器を使用することができることとなっております。西銘敬志郎議員。私が申し上げたいことは、警察官と自衛隊が一緒ということではなくてですね、警察官の方々はもちろん県民市民の安全を守るため、そして自分自身の、先ほどありましたように、守るためにも最低限の法律の下でこの拳銃の使用があると。もちろん最初は威嚇発砲から始まって、最悪の場合は実際に発砲もあるかもしれませんけれども、その警察官が拳銃を携帯していることは、私はある意味抑止力になっているというふうに思いたいんですね。ですから知事が、自衛隊が抑止力を強化することがかえってあれを高めるというのは、私もちろん必要な予算の必要な最低限のものはやるべきだと思うんですけど、知事のその発言を見ていると、ましてや攻撃目標になるというふうに考えていることが私はちょっと理解できないんですが、知事、もう一度その辺の知事の考えをお聞かせください。玉井正人知事公室長。はい、お答えいたします。県としましては、日米安保体制や専守防衛のための最低限の自衛力は、必要であるという認識を持っております。しかしながら沖縄県にはですね、米軍基地が多数集中しているということに加えて、今般自衛隊の急激な配備拡張による抑止力の強化がかえって地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを懸念しているということでございます。そのため、ましてや沖縄が米軍攻撃目標になることは決してあってはならないというふうに考えているというところでございます。西銘敬志郎議員。
攻撃目標にするのはどこの国か、先ほど言ったように、まあ、某国だと私は思いますので、まあ、その辺の関係性はもちろん外交も含めて、話し合いを含めて、有事にならないように努力は政府も私はしていると思い理解しています。続いて、2の行財政運営の括弧4の件で、伺います。いろんな環境整備、非常に大事だと思います。今、部課長と、それから課長と班長、班長と職員のいろんな会話については、どのようなコミュニケーションが取られているのか、もし簡単にで結構です、教えてください。宮城勤総務部長。はい、人事評価にあたっての、一次評価、二次評価にそれぞれ当たることになります。その人事評価の際の面談等を通して、業務の目標だけではなく、その他等についても助言ができるという制度を今、取り入れているところでございます。締め健一郎議員。それと4の同じ中で、いのかっこいいのところですね、退職者、先ほど総務長からアンケートを取って、家庭の事情であったり、仕事の負荷があったりということでありました。年代別でもいろんな事情はあるとは思うんですけれども、大事なことは、その声を聞いて、環境を変えてあげる、先ほど言ったように、部下とのコミュニケーション、上司とのコミュニケーションも含めて、やはりその辺が一番大事だと思うんですよね。どんなにその環境を変えても、本人のやる気や意識が変わらないと、県の職員としての能力が十分発揮できないと思うんで、これはぜひ、いろんな意味で、対応してお願いしたいと思います。休憩お願いします。休憩でします。再開いたします。西銘健一郎議員。文化観光スポーツ行政についての括弧4の異、那覇軍港を含むその一帯の再開発については、那覇市はウォーターフロント構想ということで、いろんな計画を練っているというふうに聞いています。実は私たち、会派でですね、広島の、エディオンピースウィングを視察してまいりました。でこれについては、広島県、広島市、広島商工会、サンフレッチェ広島、それから県のサッカー協会、5つの団体が、いろんな計画を立てて、2019年基本計画策定、22年着工、24年竣工と、わずか基本計画から5年で竣工したわけですね。でこのスピード感を見ると、やはり先ほどのスポーツ施設のサッカー、J1 スタジアムもそうですけど、それは県が作ります、計画します。で、市は市でいろんな計画をしますけども、その一体をどうするかっていうのは、私、大事だと思うんですよ。スポーツアイランド沖縄として、これからの5年、10年、先ほど部長はいろんな課題があるというふうにおっしゃいましたけど、課題を乗り越えるために、このスポーツアイランド沖縄として、これをどうするか、私はぜひ、広島県も参考にしながらですね、この開発を、もちろん野球場に関しては、サッカー場を作ることに対して、ジャイアンツの問題とかいろいろあるかもしれませんけれども、県、市、いろいろ商工会一体となって、その一体を、軍港の返還は後になるかもしれませんけれども、大きな計画を立てるべきだと思いますが、スポーツ、宮城部長、どのように考えか、お答えください。宮城次男文化観光スポーツ部長。はい、先ほどご答弁申し上げたとおり、小根山公園にはですね、県が管理している体育施設、あるいは那覇市が管理しているセルラースタジアム等、あるいは民有地等を含めてですね、さまざまな施設があり、また活用されているというところでですね、その開発につきましては、その関係者のですね、理解を十分に得る必要があるというふうに思っておりますので、そういう意味で時間はかかるのかと思っております。で今ご提案のありました、広島のスタジアムの関係ですけれども、エディオンピースウィングスタジアムですね、スタジアムと公園が一体となった街中スタジアムということで、周辺エリアを含めた街づくり、あるいはにぎわい創出を目指してですね、プロジェクトが進められたというふうに聞いておりまして、民間のですね、ノウハウも十分活用されたということで、広島市が主体ではありますけれども、株式会社エディオン、あるいは松田からの寄付、また商工会議所、経済団体を通じた地元企業からの寄付や個人の寄付を募るような形でですね、資金調達がなされたと聞いておりますので、県としましてもですね、そういった手法についてヒアリングを行いながらですね、情報収集を図っていきたいと考えております。
西銘健志郎議員。はい、スポーツ大項目4の括弧4の、これ課ですかね、先ほど、県警本部長から水難事故の件数の報告がありました。これを見ているとやっぱり県民や観光客に対して何らかの周知、離岸流のことも含め航空会社も協力してやっていますけれども、私は以前も申し上げましたけれども、学校教育の中で体育の授業で水泳の授業、もちろんクロールやこの体育指導要領によって平泳ぎマスターするのはいいんですけれども、シュノーケルの体験をしたりとか離岸流の教育を設けることは、この高校生が体験をして何かあったときに自分の身を守れる、ましてや大人になったときに子どもに教えられるということも含めて、この辺をぜひ教育省にも検討を願いたいと思うんですが、校長の判断でできるということを文科省から確認しましたけど、この辺教育省どのようにお考えかお答えください。羽峰充教育省。はい、お答えします。学習指導要領においては、スノーケルの指導内容については定められていないことから、現在学校の授業では実施されていない状況にございます。ただしスノーケルの使い方については、体育科及び体育コース等が設置されている高等学校のマリン実習で実施をされております。県教育委員会ではまた児童生徒等の安全確保対策、安全確保対策危機管理マニュアルにおいて離岸流の危険性について示しておりまして、各学校において夏休み前の集会等で本冊子の活用を行い、安全教育の徹底に努めているところであります。そのスノーケルの授業での取り組み等につきましては、基本的には学校の特色、生徒の状況によって学校で休業し、学校長の判断で行われるところでありますので、校長会とも意見交換を図ってみたいというふうに考えております。ありがとうございました。